おはよう、ヒロ君。おはようございます。あ、ひなた起こしてきてくれる？あの子さっき声かけたのに全然だから。わかりました。いきなり開けて起こしちゃっていいからね。はい。もう起きてるって言ったでしょ、着替え中だったのに。そう？返事聞こえなかったわよ。それに減るもんじゃなし。はい、これ。もう行ってきます。行ってらっしゃい。絶対わざとね。今は部活に集中したいし、彼氏なんてさ。それにあんたが相手って。なんだよ。なんでも。それにしても最近特にうるさくなってきた感じしない？お母さん。そうだな、あれ以来か。え？本気です。小さい頃から遥さんのことが好きです。僕、あの子があんな風に思ってたなんて。親友のミキの忘れ形見。ミキに頼まれたのもあるけど、それこそ本当の息子みたいに育て。この前も。あら、こんなに上だったかしら。あ、撮りますよ。あ、ありがとうヒロ君。ミキ、ごめんね。あ、いらっしゃい。はるかさん、いろいろ考えましたけど、僕やっぱりはるかさんのこと。ごめんね、止めて。ヒロ君の気持ち十分伝わってるから。だから、その結婚してるし、お母さんだし、恋人は無理だけど、そのね、一度だけなら受け止めてあげる。こんなおばさんでいいなら。僕は遥さんがいいんです。おばさんなんて。遥さんは可愛いですし。もうバカな子ね。可愛いってなんてこと言うのよ。もう。あ、脱がせてくれる？ああ、shit. Here we go again. 珍しいね、二人でなんて。久しぶりだもの。ほら、ひなたも持って。部活でクタクタ、むしろカバンも持ってほしい。ふり。おい、そのくらい軽いでしょ、男の子。やばいやばい、じゃあ行ってくる。はあ、いつも慌ただしいわね。ヒロ君のお嫁さんも当分先ね。はるかさん、僕はそのダメよ、忘れなさい、昨日だけね。わかってます。ちょっと洗濯機回してくるわね。夫とはもう何年もしていない。長期の単身赴任。それ以前からあまりそういうことは。意外とがっしりしてるのよねヒロ君。男の人って感じ。ヒロ君の匂い。これはその、違うの。Oh shit. Here we go again. Pink skies